喋っていいものか。いやそうですね、初めての経験になりますので、はい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 、非常に緊張しますね。まあちょっとあの時として言葉を失う場合があるかもしれないので、そういった場合でですね、あの温かく見守っていただければ、ね、もしかしたらもう本当に言葉が必要ないようなそういった試合が出るんじゃないかとは思うんですけども、はい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 、さあ準備の方ができたんでしょうか。さあどうでしょうか、準備ができましたか。いや本当に楽しみですね。はい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 、いやしかし本当ですね、怖いですね、このリングでプロが本当に試合をするっていうのはですね。そうですね、はい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 。さあちょっとリング上も緊張感が漂ってきました。はい、ちょっとあのこれまでの試合とは一風変わった緊張感、本当にピリピリとした緊張感が漂ってまいりましたけど、はいはいはい、どうですか。プロの皆さんだけですね、我々もちょっとですね、はい、緊張しますけども、はい、さあまだ準備ができてないということで。なるほどですね。じゃあ、今の時間の予定ですね、はい、このスケジュール再度確認になるんですけども、はい、今からがプロの試合ですね。そうですね、はい、それが第3試合目になります。そして第4試合目がトンザン吉吉、はい、そしてヒグモン組対、はい、ゴツシタ正宗、そして今解説的におられるカズト選手、はい、頑張ってください、はいはい、よろしくお願いします。2対2のタッグマッチとなります、はい、そしてメインイベント第5試合目が、学生同士による、はい、タイトルマッチ。そうですね、はい、マッチャドラゴン選手対ジャングルジム、はい、さあマッチャドラゴン選手が3回生、そしてジャングルジム選手が4回生ということで、はい、まあジャングルジム選手の方が、チャンピオンですね、はい、そして3回生のマッチャドラゴン選手が挑むという戦いになるんですけども、はい、まあ4回生、今年最後の走り台になりますから、いい思い出を作るとともにですね、やはり一番嬉しいのは下が育ってくること、はい、そうですね、はい、3回戦のマッチャドラゴン選手がですね、どこまでジャングルジム選手を追い詰めることができるか、はい、もしくはそうですね、ベルトを勝ち得ることができるのか、はい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 、それが最高の4年生の腹向きになりますから、はいはい、頑張ってほしいと思います、ね、はい、さあ、準備ができたようですね。いよいよゴングであります。続きまして、本日の第3試合プロレス研究部創部25周年記念スペシャル8人タッグマッチ、時間無制限3本1本勝負を3本勝負を行います。おっとこの曲は、はい、あの有名な、そうですね、はい、実はですねオープニングセレモニーでも言っておりませんでしたが、このプロレス研究部になんとなんとあのエグザイルの OB がいたんです。さあ出てきましたという言いたいところなんですけども、そのエグザイルにいたこの選手ウェザイル、さあこれはエセエグザイルであります。さあ出てきたのはウェザイル、ウェザイル、こちらはプロの選手で現在ハッスルという大会の方に、はいはい、出場中というこのウェザイル、さあこれは歌いながら、アイダホ、ミネソタ、ミシシッピ、長州小力がいる団体、まあ、言ってみればお笑い団体、お笑い芸人の、はいはい、団体であります。さあ相変わらずこちらも大きな拍手をお願いします。さあバッテン、おっとちょっと待ってください、今思ったんですけどバッテン玉川選手今日あの試合に組まれてませんから、はい、すいません、バッテン玉川選手試合バッテン、はいはい、ないバッテン、帰ってください、せっかく入場していただいたんで
ですけども、はい、あ、まあ、せっかくなので解説に、解説、はい、ぜひとも、あのレスラーかと思ったんですけども、東京からやってきて何ですか、この扱い。はい、まあ、あの好き放題で喋って帰ってください。 ありがとうございます。バッテン選手がまさかの俺の必殺のアイダホミネソタミシシッピルも出さずに持ってるじゃないですか。はい、納得いかないよ。なんでキャットワイルドだよ。そうですね、ここからがお待たせいたしました、はい、レスラーです。今からなの？そうです。何のため呼ばれたんだろうか。さあ、こちら、はい、まず最初に出てきたのは93代プラス研究、もちろん OB。 さあ来ました、前所属してる選手じゃないですか。はいはいはい、さあ来ましたよ。お、異常じゃ、異常な人気じゃないか。すごい人気ですよ。俺と上田何だったんだよ本当に。もちろんこちらもプロ、そして我がプロ犬が代表する OB。 なんで次の曲、さあこの軽快なテーマ曲に乗って出てくるのは、お、さあ来ました、あの明太キッドじゃないですか。九州プロレスの明太キッド選手、さあこちらですね、九州プロレスという福岡の拠点でした。もう早速、いや熱狂的なファンいますね、やっぱり。すごい人気ですね。やっぱ地元は違うな。ごきげんよう。お、この曲はまさか、これもね、はいはいはい、火炎隊道場、千葉のプロレスのですね、はい、プロレス研究会行きました。朝日しおりだ、朝日しおりが帰ってきました。この93台に、あの、はい、イメイトアレチェレビビー。さあ今度は誰だ誰だ。これは 4X、 大分のプロレス団体 FPO の選手ですよ。 4X 選手も、はい、ここ球3台に帰ってまいりました。この選手はビールを飲むと強くなるんですよ。ちびっこのマスクをかぶった方もいらっしゃる。もう今ビールを片手に、さあリングに戻ってまいりました。すごいな、やっぱ九州か。俺と上田でめちゃくちゃ冷たかったぞ。
ってましたけど、体重6000キロって言ってました。めちゃくちゃでしょ。山にしちゃ軽すぎませんか。元気にする場合というこのキャッチコピーで頑張っていますから、そうです。ちなみにレフリーがウェザールのようですね。そうですか、ウェザールレフリーだったんですね。何だったんですかね。あんなすごい彼もね、はい、ハッスルマンズワールドというところでレスラーとして頑張ってます。そうですね、彼とあの、はい、若鷹ジェット慎介選手、はい、この2人ですね。さあさあ、ちょっと特攻の火薬がすごいことになってますけども、うん、若干判定ですね。さあ今ゴングが鳴りました。改めて紹介しておきますと、そうですね、赤コーナーがハッスルマンズワールドの若鷹ジェットシンスケ、はい、青コーナーがダブプロレス、はい、広島のダブプロレスの、おっと何ですか、浸透してますね、かなり。いきますよ、皆さん、イエーイ。もう、おっとと、イエーイ。素晴らしい、素晴らしいですね。これをしに来たと言っても過言ではないようなね、岡田選手は、ね、もう大体7割方やること終わったんじゃないか、本当、で、青コーナーはその広島のダンプロレスの前田優二です。さあ、この辺は若鷹ジェットシンスケ選手はですね、はい、ゼロワンという橋本慎也選手が旗揚げした団体の、はいはいはい、生え抜き第1号ですね、要は、そうですね、若手第1、新弟子第1号だったんです、はい、さあ、
そんな前田選手はですね、はい、卒業しても最近じゃないですかね。なので結構上の先輩とこう当たるわけですよ。そうですね、前田選手からいくと若隆選手はかなり上の選手になりますね。そうです、僕が1年生の時の4年の先輩ですか、若隆選手はね。そうですね、盛り上げ方を知ってますね。やっぱそうですね、お客さんの心を掴むのが上手いですね、やはりプロレスの会場との一体感ですからね。僕同様ですけどね。はい、さあ、あとは厳しい攻めですね。厳しいキック。先頃ですね、坂田渡戦を経験してますのでね、はいはいはい、この辺厳しい攻め逆にやっていきたいところです。坂田選手は小池栄子の旦那さんですね、はい、そうです、そうです。はい、そういった選手と日々やられているわけですから。さあ、この辺は前田選手もタックル気迫、やっぱり若さでね、勝負してほしいですよね。そうですね、はい、はい、おー、いいですね、この辺のタックル。はい、これね、この辺勢い違うんじゃないですか、前田選手ね。そうですね、やはりこの辺の一つ一つのメリハリですね、はい、この辺がアマチュアとプロの違い。出ました。さあ、そしてこれもね、九州プロレスで先頃ですね、はい、この2人シングルで戦ってるんですよ。なるほど。その時はね、ちょっとメンタルキッド選手が、はい、勝利しまして、はいはい、先輩超えですね、果たしたということなんですよ。なるほど、はい、さあ、このマスクの方がメンタルキッド。そうです、メンタルキッドです。すごい動き、素晴らしいですね。さあ、これもかわして、おー、ドロップキック。さあ、いつも今から動き出して、おっと、おっと、おー、素晴らしい、おっと、すごいですね。この辺ね、先輩超え果たしたと言っても過言じゃないですか、もう。はい。さあ、今受けたリング下の朝日修理選手ですね。はい、出ました、はい、青コーナーから九州プロレス麻生選手。はい、私九州プロレスね、赤コーナーが筑前亮太選手ですよ。このスーパーヘビー級のドラッグ力戦いどうです。すごい体格ですよ。あ、この辺ですね、山対にわか先兵ですからね。なるほどね。そういう戦いもすごいですね。学プロを経験しないとこういうコスチュームなかなか作る発想が出ないですよね。発想なんですよ。はい、さあ、これも、ね、あと、すごい重たいパンチですね。プロレス歴長いですからね、だいぶ。そうですね、プロになってからもかなりのキャリアもありますから。僕らが学生時代入った時、雲の上でね、はい、その時にはもうプロになってました。そうですよね、はい、さあ、ここはロープに走って、うわー、タックル、あとはさらに激しいタックル、しかし、はい、おー、すごい迫力だ。おー、おー、すごいタックル。体格差ありましたか。おー、こちらも負けていない。いや、この筑前選手はね、はい、卒業後にね、単身